秋の服装に合わせてカラコンも使ってトータルコーディネートすると一層おしゃれ度がアップすると思うので、秋のファッションにぴったりなカラコンおすすめします。どうもコンタクト社長吉田忠でございます。さあ始まりました。コンタクト社長、今回はどんなテーマですか？もうすぐ季節は秋じゃないですか。秋といえば何が思い浮かぶ？やっぱり秋といえば読書の秋とかですかね。ベターだね。まあそれぞれね、人によって秋の楽しみ方が違うように、コンタクトレンズも楽しみ方って人によって違うよね。そこで今回のテーマは秋の楽しみ方別おすすめコンタクトご紹介していきます。秋の楽しみ方にぴったりなコンタクトを選べば、いつもより贅沢な秋を楽しめるはずです。今回はそんな日常を彩る秋のコンタクトをおすすめしていきます。それではいきましょう。まずはなんといってもこれじゃないですか。食欲の秋。秋は美味しいグルメの宝庫ですよね。サンマや梨や栗、牡蠣、松茸ってそんな美味しいグルメを 120% 楽しむには味覚はもちろん視覚も大事ですよね。彩りの秋の食材が並ぶ食卓にそれに負けず劣らず色づく風景たち、想像するだけでワクワクしてくるよね。確かに見るだけでお腹が減るってこと結構ありますよね。あるよね。話聞いてるだけでお腹も減ってくるしね。ちょっと待ってね。見てよこれ。何ですかこれ。これね、岡山にほら路地あるでしょ、はい。まあ、ちょっと出張とか行った時に、はい、岡山の郷土料理食べてくるんだけど、はい、秋にしか食べられないものとかいっぱいある。美味しそう。いいんです、社長だからたまにいいもの食べてるんですよ。美味しい食事や美しい風景をしっかり楽しむために、目がぼやけず潤いと酸素が含まれたレンズはこちら、プライムワンデー。こちらのプライムワンデーはレンズの 58% に水分を含む潤いたっぷりのコンタクトレンズです。潤い成分の MPC ポリマーを配合されているのでつけ心地は最高です。そしてレンズの形状が非球面になっているおかげで、画像が歪んだりすることなくはっきりとした視界を確保してくれます。美味しく食事が楽しめるようになり、外の風景も綺麗にクリアに見えます。続いての秋の楽しみ方はスポーツの秋。今年はなんといっても東京オリパラが話題になったよね。見てた？何見た？一番やっぱサッカー好きだったので、うん、サッカーを注目しましたね。あ、サッカー盛り上がったね、はい。本当に過去最高ぐらい強かったっていうのと ね、まあ、そうですね、最後悔し涙、あれ結構印象強いよね、はい。うん、どう、バスケはどうなの、見たの、ちゃんと。バスケも、男子バスケちょっと残念だったんですけど。残念って言わないでよ。我々が応援してる千葉ジェッツも2名日本代表にいたよね。名前ちゃんと言える？もちろんですよ、うん、やっぱりエースの富樫選手とおエドワーズ選手ですよね。キャビンな、あってるあってる、いいよ。そんなスポーツの秋を楽しむためにもコンタクトは必要不可欠。特にスポーツ時は激しい動きでずれたり、風やほこり、紫外線など障害がたくさん、それから目を守ることでパフォーマンスも向上するはず。そんなスポーツにぴったりのレンズを紹介します。その商品はこちら、エアロフィットワンデー。コンタクトをしながらスポーツをしているとやたら目が乾く経験ありませんか？レンズにたっぷりと水分が含まれているレンズだと、その水分量を保つために目から水分を奪ってしまいます。なのでスポーツ時はできればレンズに含まれる水分は少ないコンタクトを使った方がいいんです。
その点このエアロフィット1では低眼水と呼ばれるコンタクトに分類されており、レンズに含まれる水分は比較的少ないです。このコンタクトならコンタクトつけながら走り回っても目は乾きにくいはずです。さらにこのコンタクトは非イオン性なので汚れがつきにくく、スポーツにはぴったりです。このレンズで爽やかな秋に体を動かしてみてはいかがでしょう。続いての秋の楽しみ方はファッションの秋。暑い夏が終わるとファッションの選択肢も広がっておしゃれしたくなりますよね。本田社長は年齢の割に結構おしゃれに気使ってますよね。出た出た、言葉をちゃんとわきまえなさい。年齢の割にってなんだよ、余計な一言だよね本当に。さあでもさ、やっぱりさ、人前にこうやって出るからさ、もちろんね、息子たちからもかっこいいお父さんって言われたいし、みんなからもさ、シュッとしてた方がさ、社長かっこいいよねって言われた方がいいだろう。出先で、うん、社長はなんか日々気をつけてるファッションのポイントがあったりしますか？社長は実はもうオンとオフの服装は一緒です。いつ何時どこで誰に撮られてるか分かりませんので、どちらかというとものすごくきれいめな格好をしてます。ですのでほぼ無地の白 T シャツを着てて、ジャケットとパンツっていうような格好とか、最近だとセットアップっていうのも非常に多いかな。秋の服装に合わせてカラコンも使ってトータルコーディネートすると一層おしゃれ度がアップすると思うので、秋のファッションにぴったりなカラコンおすすめします。今回の商品はこちら、ワンデーフルッティ。イタリア語でフルーツを意味するフルッティから名付けたフルッティというレンズです。特徴は瞳の輪郭を強調するフレームトーン、瞳に明るさを与えるルミネトーン、瞳に立体感を与えるニュアンストーンの3層構造ですね。なるほど、勉強になります。うん、確かフルッティってカラー3つありませんでしたっけ？そう、このスイートベリーはピンク混じりのブラウンで柔らかな雰囲気を演出して可愛らしい瞳になれるレンズです。ブラウン系を基調とした可愛い系のファッションをする方におすすめですね。続いてグロッシーチェリーはダークグレーとオリーブのカラーの層になっていて、みずみずしくツヤのある上品な瞳になれるレンズです。寒色系の大人っぽいアイテムを好む方はこのレンズでさらに大人っぽさがアップすると思います。ブライトオレンジはグラデーションのブラウンカラーで程よい立体感で明るく元気な瞳になれるレンズです。どのファッションにも似合うオールマイティなレンズです。瞳にも気を使うっておしゃれ上級者みたいですね。まあ今時の女性にはもう当たり前かもしれないけどね、髪の毛の色に合わせてコンタクトの色を変えるっていうのもおしゃれ上級者かもね。続いての秋の楽しみ方は読書の秋でしょう。もうね、秋は夜長は読書で楽しみたい人も多いはずです。でも目が疲れてしまっては読書に集中できませんよね。そこで目に優しく負担のかからないコンタクトおすすめします。コンタクト社長は読書とかよくされるんですか？よくされるっていうレベルじゃなくて結構読むね。うん、インスタにもあげたけど、あの自粛中で連休があったんで、まあ、読書習慣とか名付けて結構読みますよ。へー、うん、じゃあちょっと今日持ってきたからデスクにあるやつ紹介しちゃおうかな。こちらです。こんな感じで読んでます。まあスポーツのジェッツさんともやってますので、どうやったらアスリートの方と一緒にブランドを作っていけるかとか、
会社はどうやったらみんなが理念に浸透して仕事をしてきて働きやすい環境が作れるかとか、どうやったらカルチャーモデルを作ってみんなが働きやすい環境を作れるかとか、SNS でどうやったらマーケティングできるかなって森美術館行ってみたりとか、こちらの方は企画やってるのでどういう面白いのがいいかなって思いながら YouTube 考えたりですとか、放送作家の方がどういうようなこれぐらいの企画をどういうスケジュールを作って世の中に出していくかっていう本もたくさん読んでます。読書を楽しむ人におすすめしたいレンズはこちら、ワンデーファイン UV プラス。読書に集中していると、まばたきの回数が減って目の乾きを感じやすいです。なのでスポーツの時にも紹介したように、コンタクトに含まれる水分量が少ないコンタクトがおすすめです。このワンデーファイン UV プラスはレンズに含まれる水分量が少なく乾燥を感じにくいレンズとなっています。さらにですよ、レンズのですね、中心圧が 0.05 ミリと超薄型のレンズになっており、読書中にも違和感のない装用感を体感できるはずです。このレンズで気兼ねなく読書楽しんでみてください。コンタクトも着替えて楽しい秋を迎えてみるのはどうでしょうか。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。うちの息子は幼稚園でなんか変なことあるよな。サンマに栗に松茸とか歌って帰ってくるんだよ。あれ？ナイスに続く。